逃げちゃった。カメラ止まんない。なんか、火に照らされて雪がなんか、蒸発してるように見えるわ。すごい綺麗。あそこ、雪の上誰か歩いてるね。ここがね、雪が残ってる。石鹸みたいになってるから、風が吹くと超気持ちいい。長いだから晴れて、マジで。あっちが海老名方面よ。なんちょっとやっぱ肩の小屋見えた、肩の小屋ついた。こんにちは。やっとついた。今トマの耳を行ってきたからね。今あれが山頂かな。沖の耳を目指してるよ。ここのトマの耳からこっちの沖の耳まで。つまんなくてごめんね。はい、はい、この稜線が最高なのよ。